皆様こんにちは、ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2023年6月24日土曜日です。今回静岡県の持宗にて開催されるフェスに参加するために日本平パーキングエリアでお友達と合流して向かっています。約60台ものキャンピングカーが集まって交流できるとのことで今からワクワクしています。また地元のお祭りもあるとのことでそちらも楽しみです。会場に到着です。おはようございます。おはようございます。今ご覧いただいているこの場所は今回特別に許可をいただいて車中泊ができる場所だそうです。受付会場に行くまでの間にもたくさんの方々とご挨拶しました。中受付を頑張っているお友達のちとちゃんとみきちゃんです。おはようめいさん、お疲れ様です。お疲れ様です。会場内にはたくさんのお店が出店されていて素敵なものがたくさん並んでいてどれもこれも欲しくなります。手作りとは思えないものばかりです。いかがですか？美味しそうですよね。こちらのお店では美濃焼の鍋敷きがあったのでキャンカー用に購入しました。とても素敵でしょう。記念になりますよね。スイカ 100% のジュースもとっても美味しかったです。釜揚げしらす丼です。中トロマグロ丼です。両方ナオミが食べます。こちらはキャンピングカーの後部に作られているキラさんご自慢の浴槽です。すごいですよね。サップ体験にお友達が行くというので応援に来てきました。初めてとは思えないぐらい上手に乗られていますよね。かいちゃんも頑張って漕いでます。しーちゃん見てください、もうバックができるんですよ。初めてとは思えないですね。やっぱり子供は早いのかな。私も足が治ったらぜひ体験してみたいなと思います。
大人数を乗せることができるボードもあるようです。ワンちゃんも乗っていますね。とっても可愛らしいです。ワンコちゃん連れでも乗ることができて体験することができるのは素晴らしいですよね。皆さんとっても素敵な笑顔をされています。こちらの温泉施設で入浴した後は併設されているレストランで食事をしました。冷凍レモンが氷の代わりに入っていてとっても美味しいサワーでした。このサワーはおすすめです。食事を終えて外に出ると花火が上がっていました。やっぱり夏のお祭りといったら花火ですよね。お腹いっぱいほろ酔い気分でみんなで花火を見上げながらキャンカーに戻ってお話タイムでさらにさらに盛り上がってお休みしました。翌朝もお天気に恵まれて11時の閉会式までの間たくさんの方々と歓談することができました。ご自分のサップボードを持ってきたお友達もいらっしゃって海に入られていました。2日目もサップをする方大変多かったです。皆様笑顔いっぱいでした。今日楽しんでもらいました。はい、ありがとうございます。でまたね、この機に望月にいっぱい来てもらいたいなと思います。ちょこっと耳寄り情報としてはご覧の日程で持宗港でイベントが開催されるそうです。お疲れ様でした。またありがとうございます。お疲れ様でした。閉会式を終えた後は人気のサリーズカフェにてお昼ご飯をいただきます。夫はハンバーグセット、私はスタミナバッチリガーリックステーキ丼です。そして念願の長田の桃パフェを味わうことができました。季節限定のパフェのお味はもう最高でした。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。次回は東京キャンピングカーショーの動画になる予定です。次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。